アークシャルダーム人地図、アークシャルダーム寺院は、インドのデリーにある、ヒンドゥー教の寺院グジャラート州ガンディーナガルにある寺院とは、宗派を同じくする同型の寺院である。2007年に、世界一大きなヒンドゥー教寺院として、ギネスブックに掲載された。祭人はビショヌ派の聖人スワーミーナーラーヤン。植物や動物。 神々の彫刻が施された石像の寺院は高さ43メートル、幅96メートル、長さ110メートルある。ラージャスターン州産の砂岩やイタリアカラーラ産の大遺跡を使用するなど建築には鉄やコンクリートが使用されていない。他に像の彫刻やスワーミーナーラーヤンの巨大な絵が掲げられている。内部にある スワーミーナーラーヤンの生涯を動く人形やジオラマで、表現したアトラクションや、模型の間を進み、インドの歴史をたどるボートライド、同性人に関連した内容の映画があるのも特徴。1968年当時、バップススワーミーナーラーヤン今日の教祖容疑ー、マハーラージが、ヤムナー川岸に巨大寺院建築の建設を構想。彼の死後、後継者のプラムクが構想の意思を継ぎ、 デリー開発局への申請を経て、正式に建設が決定。2000年4月に開発局から24万平方メートルの土地を与えられ、同年11月8日に工事が着工。2005年に竣工し、同年11月6日をもって、正式に開院した。オープニングセレモニーには、マンモハン新首相も訪れるなどした。2007年12月17日に、 世界最大のヒンドゥー教寺院としてギネスブックに認定された。ありがとうございます。